世の中にはフィギュアやロボットが好きで眺めたり趣味で集める人も珍しくありません。でも一風変わった人形ゾンビを愛してしまい、なんと結婚までしてしまった女性がアメリカにいました。今回はゾンビに心を奪われてしまったある女性の人生を見ていきましょう。こんにちは、ペックです。世の中には様々な愛の形がありますよね。もちろん異性でないという選択肢もあります。でもアメリカで人間どころかゾンビに恋をし、その後結婚までしたという女性の情報が飛び込んできました。一体女性に何があったのでしょうか。またお相手のゾンビの正体とは。衝撃の実話です。1. ゾンビのケリーとの出会い。今回紹介するのはアメリカのオクラホマ州に住む女性ロッシさん。彼女は20歳の時、愛する人と結婚式を挙げます。結婚と聞くと一応人間とするイメージですが、ロッシさんは人種だけでなく、すでに生命の垣根も飛び越え、なんとゾンビの人形と結婚をします。結婚式の写真がメディアで取り上げられると、たちまち大きな話題に。様々なネットメディアで取り上げられました。一体ロッシさんはなぜゾンビと結婚するに至ったのか。そこには彼女のゾンビに対する深い愛情があったのです。ロッシさんとゾンビの人形の出会いは彼女が13歳の時に遡ります。もともとホラー映画のファンだったというロッシさんでしたが、ある日父親からあるものをプレゼントされます。それこそが後のパートナーとなるゾンビの人形だったんです。ゾンビ人形は目はつぶ口元は血まみれで裂けてしまっているというなんとも不気味な姿。バイオハザードとかが苦手な人が見れば逃げ出してしまいそうな姿をしています。でもやはり人の好みは十人十色ですよね。ロッシさんの好みには見事にヒットしたようで、その日から人形はロッシさんにとって特別な友達になります。ロッシさんはゾンビ人形にケリーと名付け大切にします。ロッシさんとケリーの出会いについて、一部サイトではロッシさん自身がネット通販で購入したという話もあったんですけど、一応ニュースサイトの方の情報で今回は紹介したいと思います。ケリーを大切にしていたロッシさん、でも3年後とんでもないことが起こります。なんと最愛の父親が他界してしまうんです。ショックで悲しみに暮れるロッシさん、ロッシさんは父親を亡くした悲しみを埋めるようにケリーに愛情を注ぎます。そしていつしかロッシさんの中でケリーが特別な存在になっていたようですね。でもまさか将来のパートナーになるなんて、この時はまだ知る由もなかったようです。2. ケリーに対する特別な感情の芽生え。ケリーとロッシさんの関係は人形と持ち主の少女という普通のものでした。でも16歳を迎えた頃、ロッシさんの中にある特別な感情が芽生えます。この時のケリーに対する感情をロッシさんはこのように語っています。16歳を迎えた頃、私の中でケリーに対する特別な感情が芽生え始めたの。でもなんとか気持ちを抑えようとしたんだけど、気の迷いだと自分に言い聞かせたけれどダメだった。そして昨年、自分の正直な気持ちに向き合ったの。そう、私はケリーを愛していて、この思いは決して変わることがないってね。と、なんと恋愛対象としてケリーを見ており、ガチ恋をしていると自覚したみたいですね。もしかしてロッシさんは人形以外に友達がいなかったんじゃと思ってしまいましたが、全くそんなことはなくて普通に友達はいたようです。でもケリーほどに愛情を注げる相手はいなかったそうです。ロッシさん曰く、ケリーと一緒にいるだけでまるで天にも昇る幸福感に満たされるのだそうです。一般的に恋愛をすると幸せホルモンが分泌されて幸福度が増すそうです。ロッシさんもケリーに恋をすることで幸せホルモンがドバドバ出ていて、幸せな気持ちになっていた可能性がありますね。その証にロッシさんはケリーへの愛は本物と確信するために、腕にケリーの名前のタトゥーまで彫っています。またケリーとはちゃんとコミュニケーションが取れていると語り、一緒にいて撫でているとホッとする、強いつながりを感じているとまるで恋人のように思っているようです。さらにロッシさんとケリーの絆の強さを表す出来事はまだまだあります。ロッシさんはケリーに家では常にキスをしたり、2人で出かけた時は映画館のチケットを2枚取ったりと、本当の恋人のように接していました。さらにいつものように一緒に寝ていた時、衝撃の出来事が起こります。ロッシさんがいつものようにケリーに愛しているよと伝えたところ、ケリーから僕も愛しているよという声が聞こえたようです。人形には魂が宿ると言いますが、ケリーにロッシさんの思いが通じていたのかもしれません。ネットの情報によると、現在は普通に会話をしており、話しながら一緒に歩くこともあるみたいです。ロッシさんにしか聞こえないケリーの声、一体どんな感じなのでしょうか。まさに愛の究極って感じですよね。3. ロッシさんとケリーついに結婚へ。
そんな感じでケリーとの仲を深めていったロシさん、20歳の時にある大きな決断をします。それはケリーと一生一緒にいるというもの。一生一緒というと結婚がよぎりますが、なんとロシさんはケリーと結婚することを決意。ロードアイランド州のティバートンで実際に結婚式も挙げています。結婚ではもちろんロシさんはウェディング姿、ケリーもタキシードを着込み、華やかでガチな結婚式だったようです。でも他の結婚式とやや違う部分もあり、それが参列者です。一般的な結婚式の場合、参加者は新郎新婦の家族や友人、仕事の人なんかが来ますよね。でもロシさんが式に呼んだのはロシさんの家族とケリーの友人や親族ら8人。ケリーの家族って疑問に思って調べてみたところ、どうやらケリーと同じような人形を連れてきて式に参列させたようですね。ネットで上がっている画像を見ると、ロシさんとケリーの他にゾンビのような人形がカカシのように建てられているのがわかります。下手をしたらお化け屋敷のような結婚式ですが、本人たちが幸せそうなので OK でしょう。こんな感じでロシさんは7年の愛を実らせ、晴れてケリーと結婚したのです。ロシさんは結婚式についてこのように語っています。まるで夢に見たごとく、本当に美しく、非の打ち所がない挙式でした。彼女と結ばれたことで、今まで以上に気持ちの面でも彼女とつながることができたと感じています。満足できたようで良かったですね。ちなみにケリーは37歳だそうで、ロシさんとは実に17歳差、年の差婚ですね。日本でも初音ミクと結婚した男性がいましたが、まさか相手がゾンビとはその発想はありませんでした。新たな人生をスタートさせたロシさんとケリーでしたが、世間の意見は様々だったようで、ある悲劇に見舞われます。ネットの恐ろしさがわかる衝撃の事件とは。4、ケリーを死体だと疑われ警察に通報される。ロシさんはケリーとの結婚式の様子を Facebook に投稿しました。もちろん理解を示し祝福する声が多かったようですが、中には心ないとんでもない意見もあったようです。特に強烈だったのが、ケリーのことを子供の死体なのではと疑う人たちの声。ゾンビと結婚したことやケリーの不気味なインパクトが相まって信じられないと感じる人が多かったんですかね。さらにはケリーが子供くらいのサイズだったので、ロシさんのことを小児性愛者なのではとほのめかす人もいたりと、言われのない疑いがかけられたそうです。この誹謗中傷に対しロシさんはかなりうんざりしていたそうですが、いよいよ無視できない書き込みが出現します。どうやら実際に警察に通報してしまう人もいたそうなんですよね。確かに驚愕といえば驚愕ですけど、普通に考えて自らの犯罪行為を SNS に晒すかなとも思ったのですが、考えは人それぞれなので何とも言えません。とにかく心ない中傷にさらされる事態になったみたいです。ネットの匿名さがもたらす悲劇といったところでしょうか。もちろんそんなことでロシさんがケリーを手放すなんてありえません。そう、二人の愛は本物なんです。ロシさんは自らの無実を示すために驚きの行動に出ています。なんとケリーを連れて警察に出頭、実際に確認してもらおうというわけですね。これは警察もかなり驚いたんじゃないですかね。その後警察でケリーは間違いなく人形であることを確認してもらい、疑いは晴れています。ロシさんは周りに干渉されず、ケリーと穏やかな日々を過ごしていたいと語っており、 Facebook にはケリーとの仲睦まじい姿が数多くアップされているそうです。ちなみに結婚となると子供が思い浮かびますが、子供はどうするのと疑問に思いますよね。もちろんロシさんは子供についても対策済みでしっかりと予定を立てていました。でもケリーはどう見ても人形、子供を作るのは難しそうです。ではどうするのか。なんと子供は精子ドナーを利用して産む予定のようですね。僕たちから見ればロシさんの恋愛や結婚はかなり数奇な運命ですが、これもある意味で愛の形です。世界にはテトリスと結婚したり、羽毛布団と結婚、幽霊と結婚など、僕たちが驚くような人以外のものと結婚した例が多々あります。ロシさんとケリーの現在の様子がちょっと出てこなかったのですが、末永く2人で暮らしてもらいたいと思いました。ということで今回はゾンビと結婚した20歳の女性ロシさんについて見ていきました。多くの人にとっては理解しがたい愛情も、本人にとってはガチであることが多いです。僕たちにできることは見守ることだけなのかもしれませんね。皆さんはどう感じたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。